はい、これもねちょっとこれ見た時に言おうかと思ったんですけど、まあ、ちょっとこの辺ちょっとすいません、僕もあのスケジュールバタバタすぎて、まあ、動画上げれなかったんですけど、あの関口メンディーさんね、あの以前1回動画にしたけど池早のその NFT のやつ で NFT を買いましたみたいな感じで池早とね絡んでて、いやそれはさ、いや LDH っていうさ超大手の事務所に所属してるあのタレントなわけであって、やっぱりその、まあ、大手でテレビとかも出てるそのねあのタレントさんがそういう、まあ、池早みたいな詐欺師と絡んでたら、それはもうあのブランドイメージも下がるしコンプラ的にそれアウトでしょっていう話をして、それはあの LDH の方から注意した方がいいですよっていうことを僕は忠告したわけですね。何にもかかわらずこの12月24日ですね、去年ので、関口メンディーさんが今度はあの焼肉マフィア鴨頭義人が経営する焼肉マフィアに行ったという写真をね、これ鴨頭、が投稿してるんだけどにあの載せてるんですよね SNS に。はい、ダメでしょこれ、ダメでしょこれね、これ LDH さんさ、この、まあね、動画もし見てるんだったらちょっとぜひご対応した方がいいと思うんですけれども、いやこういうのを一番注意しなきゃいけないですよね。あのこういうさ、やっぱテレビのタレントの方とかって、まあそれ、まあ、言わずもがなんだけれども、まあ、やっぱイメージっていうのが一番大事なわけ であって、この、ね、関口メンディーさんって言ったらそれはもう、ね、国民的スターですよね。まあ、こんな国民的スターの方がこんな、ね、あのいかがわしいうさんくさい詐欺師たちと、まあ、池原の件もそうですけどね、池原とか鴨頭の人とか、まあ、こういう人間と、まあ、その交流があるって知られたら、それは他のお客さんからくれ来ますよね。でファンの方とかも、えメンディーさんなんであんなやつと関わってんのってやっぱなっちゃうから、これはその SNS にこういう写真をアップするってこれ絶対ダメですよね、やっちゃう、うん、っていうか、まあなんだろう、まあ、言っちゃえばその鴨頭の人とかって、まあ、まっとうな感覚っていうか、通常のなんかその、なんて言いますか、芸能プロダクションの、まあ、コンプラ、この人だ、写真撮っちゃダメですよみたいな、そういう基準からしたら、もうどう考えたってアウトなわけじゃないですか。だって他、誰かいますか、他の芸能人で、鴨頭と写真撮ってる人、誰もいないでしょう。唯一としては西野ですよね。キングコングの西野。まあ、これだけは、まあ、オープンでかかってるけど、まあ、あれはもうだから吉本とか退社しちゃったから、もうなんか、元芸能人みたいな扱い、元芸能人の西野だったら、それはまあいいのかもしれないけど、その現役のその大もう超大手の事務所に所属している関口メンディーさん、しかもまあ、知名度はもう全然桁違いですよね。まあ、そういう方がこういうその詐欺師と一緒に交流がありますって言ったら、それはなんだろう、ブランドイメージもう台無しですよね。でその 何がみんなそのファンの方が心配するかっていうと、そのメンディーさんがこういう池早とか鴨頭みたいなその詐欺師と一緒にグルになってなんか新しいビジネスをやりますとか言って、その詐欺に加担しないかっていうことをファンの方だから心配するわけですよ。やっぱ女性ファンの方が多いですよね、特にね、EXILE とかだったら、うん、やっぱそういう女性ファンとかからしたら、いやこういうなんだろう、まあ、死んじゃうかものにするような悪質なビジネスをやってる人と、まあ、こういうかっこいいキラキラしたイメージのメンディーさんが一緒にいるってことが、もうすごいメンディーさんのイメージだけじゃなくて、EXILE のイメージ、いや他の、まあ、LDH に所属している全てのアーティストのイメージのマイナスにつながってるってことを、しっかりご認識された方がいいと思うんですよ。で、まあ、だからその、まあ、鴨頭みたいな詐欺みたいなビジネスをメンディーさんが一緒になってやらないかとか、話し方の学校にメンディーさんが特別講師で出たりとかしないかとか、あと池早とかがね、池早だってもうあれでしょ、ビットコインで去年進めたやつがもう大暴落して何千分の1とか 何千万分の1かな忘れたけど、とかいうこととかをやってるわけですよ。でそういう池早とか鴨頭みたいな関わってはいけない人とそのメンディーさんが関わってしまってる、で詐欺にメンディーさんが加担するんじゃないかっていうのを多分見てる人たち、ファンの方とか心配だと思うんで、早急にこの鴨頭の、この焼肉の部屋にメンディーさん来ましたっていう投稿は削除してもらった方がいいと思うし、金輪際絶対その、こういう写真は SNS にアップ、すべきではないというふうに、指示を徹底すべきだと思いますね。うん、まあ、その最悪ね、まあ、知らないよ、それは、SNS に上がらないとこ でそれで、なんか写真とか撮んないけど、実はその、まあ、プライベートで会ってますとかあったら、それは最悪いいかもしれないけども、いやそれは、まあ、メンディーさん自身がね、危ないっていうだけの話なんで、それはその、まあ、そこで、なんか詐欺とかに遭っちゃったら、それはメンディーさん自身の責任って話になるんだけど、それ困るのが、その、見てるファンの人、ね、メンディーさんのファンの方とかがそういう詐欺とかにはまっちゃわないかっていう危険性、やっぱりこれを事務所としては考慮すべきだと思うんですよね。なので、うん、まあこれだけその、まあ、影響力のある方なんで、うん、まあ、こういういかがわしいビジネスをやってる人と一緒に写真を、撮るっていうことは、これはやってはいけないことだというふうに、思いますんで、LDH の、ね、関係者の方とこの動画、見てましたら、この鴨頭の動画削除してもらった方がいいと思うし、あとは今後のね、会社の、まあ、イメージ戦略とか考えたら、うん、まあ、こういう人たちとは交流してはいけませんよということを所属タレントに徹底して指示するべきだと思います。ということで、関口
内メンディーさんのちょっと交友関係についてね、物申させていただきました。LDH の関係者の方とか、ぜひね、これは対処した方がいいと思いますので、これは誰も得しない話なんで、鴨頭しか得しない。メンディーさんも損するし、LDH の方々も損するし、LDH のその、アーティストのファンの方々も、みんな損する。得をするのはその鴨頭シストだけの話なんで、よくね、この辺は、ご熟慮の上、ご判断された方がいいと思います。という、忠告アドバイスということでございました。